Venga, perfecto. Yo, no tengo para mí de acá. Venga, もう私ももう65になって、まさか、嫌いはでもするなんて、まず思ってはいませんでしたけどですね、まあ、たまたまもういろいろなあれで、まあ、友達とか、いろいろお世話になって、愛人と、まあ、こうして結婚できて、まあ、こうして恵みも誕生しまして、本当に、まさかのまさかだったんですけど、一応こうして恋愛もできましたし、まあ女の子でありますけど、まあなんとかうちにも後継ぎができたって言って、親父も相当喜んでますので、本当に喜んでいる時代でございます。またこれからもですね、もう私と相手だとえらいまた年の差もあるし、まあ私が早く亡くなるかもしれない。結構高齢だったし、これからもいろいろご迷惑とかあれもかけますかもしれないけどですね、またこれからも一家をよろしくお願いいたしまして、挨拶に帰らせていただきます。本当に今日はありがとうございました。おめでとうございます。じゃあ富澤さんの方からお祝いのちょっといただきたいと思います。こんにちは。今日はめぐみちゃんのお祝いに呼ばれて本当に嬉しく思っております。そもそもめぐみちゃんは皆さんの子供を欲しいという一緒でありまして、まあ話せばなるんですけど、アイリンのことについてお話しますと、アイリンは今から8年前、私のマンゴー畑の農業研修生として参ったわけですけど、当時は宮本さんとアイリンは何の関係もなし、宮本さんはほとんど見てないと思います。アイリンは3年間農業研修生であったと。アイリンはですね、非常に働くし、一緒に連れた、来た連れたと比べたら、明らかにアイリンの方が、仕事もするし、能力もあるかもしれない。私はフィリピンに、面接に女の子を探しに行くんですけど、その時にアイリンに、もう3年卒業して帰ったもんですから、アイリンと一緒に面接の稼ぎをしてくれていたから、毎年授業だったわけです。で、その後に修了さんが亡くなられて、宮本さんが、まあ、寂しそうに、ずっと1年過ぎて、一周期が過ぎて、2年目に入るようでするときに、宮本さんに、ですが、もうそろそろ最高の話は急なんですかって言ったら、言い忘れるとですね、再婚しても、要するにみんな世話するって言いなばってんが、ほとんど50代の人で子供が生まれる可能性がないって、自分はこれを聞くとしたら、やっぱり子供が産みたいって言いなばってるんですね。だからじゃあならフィリピンにちょっと一緒に連れてこんですかって面接にするこの中から選んで、3年間一緒に暮らしていいと思った時にはその子と結婚するという関係というと順調に行きますからって宮本さんに言ったんですけど、その試験を受けてきた子はですね、結構その連れは可愛い子がいっぱいいたんですけど、宮本さんメモくれるんでですね、その試験官になってきたこのアイリンをですね、この子がいいってその子を順番と並んでさせてもらっているんですけど、ここは一回日本に来てから再入国となると、ものすごく手続きがややこしくなってくる、ちょっと難しいですよって、言ったんですけど、
シャンプリー1回は言うてほしかったやん。で、息子たちはどれやなるけんが、もう言うてほしかったって言って、相手に、まあ、これやったから、結婚も前提として、付き合ってみたんですか、なんかって一応言うたわけなんですけど、まあ、相手は非常に心が優しかったもんですね。当時、日本で稼いできたお金で商売を始めてたもんですからですね、2年間ちょっとじゃあ待って入るよって、2年間過ぎて恋人もおらんで、仕事も順調に続くには、また考えますっていうことで、ああ、いい断り方をしたなと、ああ、それだったらまあ、いや、それも気つかないし。で、言うから、別れ、そのままにしとったら、2年後にですね、宮本さんの方から、あの時確か2年間って言うたよな、あの子はって。ドヤンカはもう2年経ったけんが、ドヤンカ、言うてみれん、見てくれんですかって、宮本さんの方からあったもんみたいですけども、いきなりですが、言うてももう宮本さんの方もよくわからんとに、いや、そしたら無理ですよって、言ってた。どうしてもしたら、もし、アリンと交際したいなら、宮本さんの気持ちを一応、一世一代のラブレターを書かせて、それを持ってアリンと、山下さんっていう、フィリピンを幸せにしたい人は、英語も達者だし、日本語も達者だし、なのでですから。で、一応、アリン、交際はするようになったんですよ。で、メールのやり取りで、3ヶ月ぐらいしたら、もう、フィリピン語っていうのはですね、ほとんどですね、田舎の子は順調なんですよ。で、メールのやり取りで結婚する人がいっぱいいるんですよね。日本のように、ちゃんと、吊るし子してからっていう儀式でかいですね。メールだけで結婚を決めるっていう。で、メールだけで結婚決まったもんで、まあ、宮本さんと、結納に行ったわけですよ。11月ぐらいですよね。で、それから結納して、で、日本に来るまで2月、3ヶ月ぐらいだったから、ものすごく時間がかかりました。何回行っても跳ねられるんですよね。日本に再入国はできないっていうことで。で、そこを、まあ、いろんな先生方に頼んで、どうにかならんのかということで、再任させてもらって、それから結婚をして、ちょうど地震の時だったもんですね。みんな呼ばれんで、まあ、本当、食事程度の結婚式をして、で、それから、まあ、宮本さんが一生懸命頑張られて、念願の、子供が生まれるように妊娠してですね、もう5ヶ月ぐらいになると、男か女か分かります、今は。で、女と決まった時から、もう名前は恵みと、神が恵んでくれたという意味で、恵みという名前に愛人が決めたっていう。で、私が恵みだったら、愛の恵み、愛も恵みって読むことだから、愛人も愛人だし、愛人の愛と、本当の愛を恵んでくれたという意味で、愛って書いて恵みって読みましたということですから、で、一応、恵みちゃん、宮本、愛、恵みです。そういうふうになりました。で、私も本当、非常に嬉しかった。私はまあ、ボードになってますけど、一応、日本でも親代わりはこっちへなんですね。木下さん夫婦が、愛人が3年間、お母さん、お母さん、お父さん、お父さんってずっと呼んできた。これで、まず、なんですか、日焼けの、宮参りの時も、自分のところの、愛人、まあ、外国人だから、宮参りがどういうのかもわからないからですね。ちゃんと紐を持ってきて、宮参り行くなら女の子が教えて、行かないよって言ってから、もう本当親代わりにしてく
まあまあ、でそういうことで宮本さんの執念が実りまして、やっと一人の子供が生まれる。あ、宮本さん元気だから、あと一人ぐらいはどうですかって言いまあ、そういうことで本当に今日は私も嬉しいです。今後は宮本家とめぐみちゃんの成功を祈りまして、簡単でございますけど、挨拶に行かせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。二人の一つがよくわかって、私たちも詳しいことは聞いてたことがあるんですよ。